どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。というわけで、ヤッピー最高続き遊んでいきます。前回はね、ヘクセンハンマー入手前で終わったので、今回その続きですと。で、一応ね、記録保管室のところでセーブだけしておきました。というわけで、本ゲットかな、これで。てん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 。ミイラが本を読んでる。俺は？やった！ヘクセンハンマーだ！本を拾う。いや、拾ったらやばい気がするんだよな。ちょっと待ってね。後ろから、この人なんかできない。さらり化した人間の体みたい。ベトベトしていてください。おい！でもあったよね、ビデオでさ、さなぎっていうのが。ああ、ここでもコピーできたんだ。あ、ここでセーブできたんだね。知らんかったわ。まあ、じゃあ行きますか。拾う。ミイラさん、悪いけど、本を貸してね。お願いだから、起きないで。ヘクセンハンマーを手に入れた。実績解除、魔女の鉄槌。鉄槌？やっとだ。シントラにこの本を渡して、さっさとここからおさらばしよう。本当に大丈夫？出ていくよ、俺も。走れ。なんかやべえ気がする。絶対外出たらなんか出るもんな。雲だろ、絶対。あー、音楽止まった。勝手に動いた。こんにちは。うわぁ、老人のお気に入りの本渡さない。何これ、彼岸島見て。老人って誰よ？何？うわ、キモ。なんだあいつ。いった、あったんかい、そこにしまった、まずい、走れない。あぁ、追いつかれる。おぉ、出れねえ。でも、あいつこっち来ねえ。ここ安全地帯か。うわぁ、どうしよう。彼岸島じゃん、ほんとに。ちょっと待ってよ。どうしよう。回復、チーズサンド食って、ああ、そこまで回復しねえな。さて、どうする？ボス戦だよな。離れた瞬間を狙って、どうしますかねこれ。お前それ食らわないのか。これでも食らいや。その手押し車押すな。怖がってるじゃないか。あ？手押し車当てろってこともしかして。こっちにおびき寄せて、ファイヤー。え、全然違うわ。なんだよ。押して怒ったな。押して怒るってなんだよ。ファイヤー。でも、ほう。でもやっぱそうか。多分、これ押して、こういうことでしょ。ビンゴ。押して起動させんのね。理解。待ってよ。結構ドキドキすんな、これ。これで、ここ。よし。ちょっと早いか。よし。え？うわぁ、うわぁ、うわぁ、つって。え、いや、まだ生きてんのか。なんだ。どこ行こう、お前。どこ行こう、お前。あ、自分から開けたわ。いなくなったみたいだ。え？フクロウが泣いた。でも、フクロウを確か老人が持ってたもんね。お前、その使い魔？え、出ていくんだ。なんか、助言かなんか授けてくれるかと思ったけど。てん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 。今は懐中電灯はいらない。電池を無駄にしないようにオフにしよう。終わったー。ちょっと緊張した。一旦セーブ。はい、コピー。オッケー。いやー、やっぱ襲われると思ったけどな。意外と怖えもんだ。でもどこ行った？エレベーター乗って行ったのかな？あー、びっくりした。なんかいいかと思った。ちょっとね、一回、ライト手に入れたんだったら、4階の5部いけるよね。確か前回ケイとかなんか言ったけど、何これ、何かを周回してる巨大プリンター。何この血。えほ、えほ、この緑っぽいガスを吸うと肺がヒリヒリする。なんでそんなとこでみんな仕事してんだよ。ケイといないのかな、どっかに。え、いった。
電池ゲット。めっちゃ暴れられた。わぁ。あそこには地面を這いずり回ってる人もいるし。あ、電池ゲット。鉛筆もゲット。暴れる人と暴れない人の違いがなんだ。ここから先はいけない。あ、この人は暴れるのか。うなり声がする人は暴れるんだな。なんか重要そうな人だね。服装違うし。あなた大丈夫？勝手にカバンの中から拾っていいの？何してんのお前。何をしてるのかわかんないが、じゃああんましない方がいい。変わんないのが一番だね。ここはなんだ。人事部と書いてあるが、ドアが内側からはけられている。ドアがあったんだ。鍵がか。なんか、四つん這いの人しょっちゅういんな。魔女の髪月中。失礼します。お金ゲット。犯罪じゃね？死んでるし、普通に。で、ケイト無事なの？ケイトってほんと無事なのかな？この人。おぉ、なんか、どっかで見たことあるようなキャラだけど、海外とかのドラマでいそうだな。じゃあ、ここでは話せません。パスターナックさん。暗視されています。あれ？俺の名前知ってる？すいません。前に会ったことある？一緒にいるところを見られてはまずい。後で評価のために君を見つけます。それまでは知らないふりをしていてください。うん、わかった。誰？ Who are you？ なんか新キャラだな。あ、泣くために休憩を取った。50分ごとに少し涙を流すのはいいね。ああ、そうなんだ。ここから先は通れません。ここから先はなぜか知らないけど、行列をなしていけません。何の行列してんだ、お前ら。すいません。どうして並んでいるんですか？教えない。あははは。ひどいなあ。あ、インカートリッジゲット。教えてくれないのか。あ、なんかちょっと髪型違うよね。あっち行け。よし。新キャラだ。名前のある人は、そのうちなんか、交流あったりするのかな？まあ、でも4回こんなもんか。じゃあまあ一応戻るか。他にも行きたいとこあるけどね。よし。オフィス戻ってきた。例えば、こっち側行けるよな。プラスチックのキャンドルが乗ったテーブルだ。聖なる AM にお供えよ、と書いてある。おクレジットでお供え物置く？置いてみるか。何？なんか、見てるな。オルゴール？何の意味があるんだろう。しかも、AM って、前回というか、まあ、雲のところに行くところの通り道にあったよね、手紙で。誰なんだろう。うわ、また誰もいないし。部長室にいんのかな？いないし、ハエ飛んでるし、相変わらず。うわ、チーズゲット、おえ。ゴミ箱の中にチーズかい。まあ、いいや、シントラにヘクセンハンマー渡そうか。えい、シントラー。ポン、持ってきたよ。ヘクセンハンマーを使った。素晴らしいです、パスターナックさん。もう、ダメだ。パスターナックさんって呼ぶのも、それが最後だよ。どうかしましたか？絵から爆弾を放つ機械の雲男みたいなやつに襲われたし、それに、暗闇の中にはミイラもいて、それから、とにかく、僕にはもうできないよ。僕はここに合わない。文章をチェックしたり、午前中にコーヒー休憩を取ったりできる普通の仕事だと思ったのに。現地をお察しします、パスターナックさん。簡単な仕事ではない、特別な責任をあなたが担っていることを理解しています。シントラ社を代表して、弊社はあなたの能力を完全に信頼していることをお伝えします。また、私個人もあなたに素晴らしい才能があると信じています。実際にあなたは本を持ってきてくれました。あ、ありがとう。結構褒められてるね。シントラ社でのあなたの努力が見過ごされることはありません。報酬として、10クレジットをあなたの口座に支払いました。よっしゃー。さっきから30クレジットコツコツ集めたけど、急に1000。イエス。おー、ちょっと現金だな。よければ、本の内容を見てみましょう。あ、見れるんだね。何が書いてあるんだね。引っかかってるし。これは面白い。読み終わりました。あ、進んだわ。早いね。速読だね。まあ、機械だからね。この本は15世紀に魔女を見つけ、狩るために書かれました。古い言葉で書かれているので、私が重要なポイントを要約して説明します。はあ。こっちに要約版か。いえ。その1、魔女の住処。魔女は深い意味を持つ場所、または結びついている場所に巣を作ります。巣は都市部から離れた場所にあることが多いですが、人間の姿を持つ彼らは、たやすく街に紛れ込むことができます。はあ。
物に魔女の見分け方。魔女とは悪魔と契約した女性のことです。彼らは変化をし、男を操り、子供を盗んで自分の子にし、大きに乗って空を飛びます。魔女はほとんどの時間を一人で過ごしますが、複数の従者や信者を従えています。彼らは悪魔や伴侶動物と呼ばれ、魔女の命令を実行します。魔女は他の女性の体に乗り移り、伝説の力を持っているため、どんな魔女も魔女ね、どんな女性も魔女である可能性があります。ほう、女性なんだね。じゃあやっぱ魔女だから当たり前だけど、ヘイトとかないよな。その3、魔女を殺す方法、火炙り。炎が最も効果的な方法であり、多くの場合は炎で殲滅することができますが、歴史上炎に耐性を持つ強力な魔女が存在していることが明らかにされています。じゃあ他に方法あんの？私の記録によると、私たちが探している魔女も数十年前に生きたまま焼かれました。しかし魔女の呪いは生き残り、普通に残りか、会社を侵食していきました。呪いだけなんかな、どうなんだろう。なんかその自我がなくて呪いだけ残ってるのか、人格までも他の社員に移ったのかっていう。他には剣か。この本によると、強力な魔女を殺すたった一つの方法は、儀式で用いられるアサミーナイフを使うことです。この強力な力を持つこのナイフは、持っているだけで魔女を寄せ付けない効果もあります。へぇー。まるでおとぎ話みたいだ。どういう意味でしょうか。魔女は空想上の生き物だと信じられているこの世の中に、もし魔女が存在するなら、空気学に反しているから、放棄で空は飛ばないと思う。さらに、飛び心地も絶対悪そう。つまり、君は僕に会社中の女性を全員ナイフで刺してきてほしいってこと？でもそれだと無実の人も殺しちゃうよね。会社で奇妙なことが起こっているのは明らかだ。でもその問題を500年前に書かれた魔女狩りの本を持って解決するっていうのは疑いすぎる。全然筋が通ってない。そうでしょ？まあまあ確かにそうだけどさ。すまないが、こんなことに自分の命をかけるのはごめんだよ。僕はオフィスに戻って椅子に座り、もう誰の邪魔をしない。あなたはすでにオフィスの椅子に座っています。確かに。座ってはいるよ。何？馬の稲鳴き？なんだ今のは。セミナーがもうすぐ始まります。早く退出して向かってください。セミナー？ああ、確かあるって言ってたね、セミナー。ブライアン、このことは誰にも言ってはいけないことを忘れないでください。あれ？今僕のことをブライアンって呼んだ？会社に馬？君、なぜまだこんなとこにいる？あ、デュモン隊長だ。確かなんかメール来たね。僕はその、オーマイギャー。特に会議室に向けため。前回行こうとしたんだけどね。わー、いっぱい集まっている。エレベーターで見たことある人もいるし、食堂でいた人もいるわ。さあ、大きな声で。なんつった？さあ、大きな声で。カムラはなんだ？相仮想の人間です。まだ足りん。貴様らはなんだ？ゴミです。我が馬のケツの方が貴様らの匂いよりマシだ。貴様らはクソだ。だが貴様らは何を生み出す？一番です。ウェン、一番です。これを達成するために何をするのだ？働きます。貴様らの汚い働きのいらん。他に何を捧げる？死です。よし、ヒューゴ、こちらに来たまえ。ヒューゴ、貴様は何だ？アイカソの人間です。アイカソの人間は下水道の匂いがするのだな。それは僕がゴミだからです。よし、それで貴様は何を生み出す？一番です。なんだ、一番です。よろしい。それを達成するために何をする？働きます。だが、貴様は役立つだ、ヒューゴ。他に何を捧げる？血です。よろしい、よろしい。元の位置に戻れ。次俺？今日は貴様らに大事な話をしよう。みんなが知っている伝説の話だ。魔女について話そう。お、魔女は我らの中に仲間に紛れて女の姿をしている。男女差別をしているつもりはないが、だが、それが事実だ。エレベーターで天気の話をする女かもしれんし、コーヒーを飲む女、縁を貸した女、はたまたファックスを3回送った女かもしれん。しかし大佐、誰も魔女が存在してなんて信じていません。こいつ怪しいんだけどな、なんかゾンビみたいだし。これはどうだろう。なら、数週間前に私に起こった話をしよう。私は、だったと食堂で、友と話しながらお菓子を食べていた。爽やかな15分間の休憩用だ。休憩を取っていたのだ。ここで私は気づいた。オーマイギャー。なんともう30分以上の時間が経っているじゃないか。一刻も早く仕事に戻らないと、コーヒーを飲むだけでは給料はもらえん。皆エレベーターへと戻り、はいのボタンを叩き押し、
悪しき機械の箱が早く動くことを願った。エレベーターは神のようなペースでやっと折れるのかについた。そして、ドアが開く瞬間、Oh my god! エレベーター故障しまった。どれだけ押してもドアは開かない。私は無駄にもみんな押し尽くそうとした。これは時間の問題ですぐまた働けるようになると。だが実際のところ、そうはいかなかった。ここから出て、早くオフィスに戻りたいという欲望は刻々と強まった。私だけではなく、ダダも同じような深刻な不安に苛まれていた。すると、突然背筋が凍りつくのを感じた。リルクのような女の唇が私の方にキスをした。そしてその瞬間、どうなったの？ん？明かりが消えた。わざわざ演出で明かり消したよ。真っ暗なり、みんながパニックになった。叫んだり、押し合ったり、逃げ出そうとドアを叩いた。なんで急に階段チックなんだろう。すると声が聞こえた。まるでカミソリの刃が目玉を突き刺すように、この鋭い声は私の全神経に響き渡った。その瞬間、死ぬだと皆が誘った。彼女が、この中にいるのだ。周囲で仲間が痛みで泣き叫ぶのが聞こえ始めた。その場は、虐殺場と化していた。バカ、こんなことが我が身に起こっていることは信じられなかった。ひどい、なぜだと泣き叫んだ。すると奇跡が起きた。ドアが開き、フロアから天の光が差し込んできた。この光で、ダダは昏睡状態から目覚め、火花が散るに大きくジャンプしてエレベーターから飛び出し、悪夢から逃れたのだ。おう、安堵のため息を大きくついた。我らは助かったのだ。大虐殺の現場を覆うようにドアが閉まる直前、氷のような唇が再び私の背筋を凍りつかせた。そして今度は耳元である言葉を囁いた。このことは私は一生忘れられないんだろう。働け。彼女は私に何を言った？何が話した？食堂でサボったりしたらどうなるか分かっただろう。よろしい。今日はみんな顔色がいいな。さて、今日は新しい仲間がいる。どうも。そうだ、君だ。名前は何という小僧？あ、どうも。アサルクです。小僧、この馬が見えるか？じゃあもうはっきりと。あ、ダダってお前なんだ。はい、もちろん。ダラという、ダラに乗っている間は何もしなくてもダダが威厳を証明してくれるのだ。私は優れた人間だ。私はカール大帝だ。何だってカール大帝って。聞いたことあるけど、わかんねえや。だがそこにいる貴様、貴様は何者でもない。自分から主張し、マンモスを狩る男のように、堂々と胸を張って叫ばないと。よし、こちらまで来なさい。うわー、よくある、なんか、みんなの前で発表するタイプ、俺嫌だ。うい、あのブリーフケースは置いてこい。こんな盾に隠れる必要ない。もっと男らしく振る舞いため。うっす。よし。名前を、あ、アサナクです。アサナク、ユダヤ系ヨーロッパ人の名前と知っていたか？知りませんでした。パースニップという意味だ。それが貴様の新しい名前だ。急に千と千尋。パースニップ。小僧、気合を入れてほしいようだな。何それ？いや、やる気ままです。失敗すれば200クレジットずつ失うぞ。嘘、応募すぎんでしょ。パースニップ、貴様はなんだ？はい、その人間です。玉の匂いにダダが耐えかねている。ゴミです。だが貴様ならないようです。1番です。何？よく聞こえなかった。1番です。それを達成するために何をする？働きます。よろしい、パースニップ。他に何を捧げる？血です。自己啓発セミナーに行ったわ。よし、よろしい。新しい貴様に洗礼として自己啓発の任務を与えよう。いやー、別に大丈夫ですが。気にするでない。貴様の背中を押してやるために与えるのだ。さて、どうするか。でさ、昔のように馬に聞いてみたら、そう、よろしい、素晴らしい相手だ。ただに決めてもらおう。ただ、パースニップにはどの任務を与える？おお、それは素晴らしい。本当なの。なんと、ダダは親切にも優しい任務を与えそうだ。パースナック、オフィスで友達を作りたまえ。あ、本当に優しいわ。うむ、しかしこの建物にはたくさんのオフィスがあるが、どのオフィスだ？はい、さ、4階の。ハイブじゃねえか、さっき言ったわ。蜂の巣だと聞こえた気がします。素晴らしい。それと違う階の友とも交流できる。ただ、我が友よ。お前は天才だ。パースニップ、任務の内容は分かったか？蜂の巣で友達を作る。完璧だ。これをもって今日の自己啓発セミナーは終了する。見事に戻るため。なんかよくわからん感じだったな。
まあ、疲れた会社にはこういうのも必要なのかな。パースニップ。名前もう変わっちゃったよ。ほら、会議室にブリーフケース忘れていたよ。ありがとう。ありがとう。いろいろ起きて、まだ少し混乱していて。あっはっは、それが普通だよ。楽しむことが一番だよ。すぐ慣れるさ。それに、今まで騙せてよかった。会社は行かれているから、君はどこに送り込んでいたとか。ああ、蜂の巣にはちょっと間違え、読み方間違えたね。蜂の巣には人事部がある。そこで友達を作って、ひょっとしたら給料を上げてもらえるかも。それか、職種を変えてくれるかもね。あ、主語優しいね。入る男っぽいけど。それじゃ、また後で。ああ、いるし、ビデオのやつか。はい。というわけでね、ちょっと長くなったけど、本日はこの辺で終わります。いやー、第一ボスっぽいの倒したけどね。まあ、次回はどうなのか、頑張って背後に行きましょうか。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。